黒高知史郎7月から1960年6月3日は、日本の鉄道省官僚、土木工学者、鉄道省公務局長を最後に退官し、東京高速鉄道技師長として、現在の銀座線新橋、渋谷間の開通に貢献。第31大土木学会会長、初代日本保線協会会長、福島県市族香川市の次男として、 若松町に生まれ、同氏族黒子を治験の養子となる。1901年藍津中学を卒業。大島八九郎が同級生である。二校を経て、1907年東京帝国大学を卒業。赤地は29名中3番である。低新省鉄道産業局に入り、生涯にわたる鉄道への関わりが始まる。1915年に米国留学し、 帰国後は、公務局補選課に配属され、補選業務、軌道の改善に努めた。対象中期には、鉄道の電化に必要な電力を確保するため、品野川電機事務所長として、調査や土木工事を担当し、また鉄道電化調査委員会の委員を務めている。百二十四年保線課長として、本省勤務となり、建設局計画課長兼工事課長、建設局長、 公務局長を歴任。1929年には、狂気軌道の強度に収むてで、工学博士号を授与される。1934年に退官。東京高速鉄道で用いられた、車両東京高速鉄道に役員として迎えられ、技師長として、新橋、渋谷間の地下鉄設計、建設にあたり、成功に導く。この路線は、 現在の東京地下鉄銀座線の一部である。湘南電気鉄道、京浜電気鉄道の役員、東京環状の合害自動車社長として、交通会社の経営にあたり、土木学会においては、学会誌の編集委員長や各種委員を務めた。戦中の1943年には土木学会会長に就任。土木関係者に、科学技術の力こそ、戦勝に導く。 原動力であり、機械力の使用を図らねばならないと説いた。戦後は、富士山独鉄道、鉄道法案工業の役員を務めた他1953年に、日本保選協会所代会長に就任。翌年には、土木学会名誉院に押されている。鉄道への関わりは、大学卒業後50年以上に及んだ。長女は、鉄道局技師に嫁ぐ。 東京高速鉄道渋谷新橋観光時、渋谷駅の設備、東京高速鉄道の電気設備、新橋駅の設備、非常設備、電力設備、黒河内の読みについて、大衆人事録では黒川と黒木の間に掲載されていること、合図会会員名簿では黒河内と読む、黒河内製のものと同列に置かれていることから、黒河内を優先した。 土木学会歴代会長紹介。2012年7月20日閲覧。ABC 大衆人次録東京編。黒河内史郎東京帝国大学。東京帝国大学卒業生指名録。1926年。ABCDE 米余韻工学博士。黒ーチ史郎君を思う。2012年7月20日閲覧。学位体系博士録。 土木建設上の緊急対策について、ありがとうございます。